ご主人が参加できなくて申し訳ないんですけれども、もう年末年始も人も働かせてるわけではないんですけれども、自分の意思で働いております。自分の意思で、自分の。あえて言うとこは怖い。子供と私はもう主人に感謝の毎日を。で、息子がありがたいことに、今年の春に大学二浪で大学に入れましたことを。言わないよ。だからここ2年ぐらい全然もう2、3年こういった会とかに参加できずに、やっと今年いろんな家族とか親戚中の会に出席できることができて、なんか本当やっと仲間入りができたかなとか思ってほっとして。